左から音が2つ。これどうしよう。一か八か飛び出して狙ってみるか。あ、ナウナ、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。てか、正面から早速敵が。割と危なかった。相手がショットガンじゃなければ終わってましたね。この人以外にはいないのかな。反対のブロックから爆発を。球団と回復を済ませたら向かいますか。それより先に武器の紹介をしておきますね。今日使う武器は HK416 です。 5.56 系統の武器の中で一番のレートを持っている武器になります。レートは驚異の850。頭に弾をばらまくのもよし、胴体を狙って交換通弾でゴリ押すのも悪くない。簡単に説明すると、腰打ちで適当に打っておけば強い武器です。この武器はエイムして使うより腰打ちの方が安定していると思います。理由としてはエルゴが低くて M4 に比べると反動も大きいからですね。まあ慣れてしまえば反動は気にならないのですが、エルゴが低いせいで覗いて打つと打ち出すまでにすごい時間を食うんですよ。そんな感じでとりあえず性能を見てみますか。エルゴ36、精度 1.1 モア、垂直反動40、水平反動が107になっています。やっぱりエルゴが結構低いですよね。まあ腰打ちで使うのでほとんど問題はありません。というわけで回復も終わったので敵を探していきますか。とりあえず爆破が起きているところに向かってみます。先にこの人の荷物だけまとめておきますか。これで後で鳥に戻れば OK。 爆発は反対のブロックで起きていたけど、こっち側にはいないのかな。少しここから探してみますか。やっぱり足音がするのも反対のブロックからだけ。こっち側にはいなさそうですね。そしたらそろそろ音の鳴る方に攻めていきますか。あまり詰めすぎても複数の敵にフォーカスされるかもしれないので慎重にはいきますよ。1階にはいなさそうかな。とりあえず音を拾いやすいところまで移動します。よし、ここから反対ブロックなので気合を入れていきますよ。足音がする方にとりあえずグレを入れておきます。多分2階の音だけど、爆破が起きていたところと今の足音の位置が違うんですよね。もしかしたら最初に戦闘して移動した後なのかもしれませんが、多分ミリアルの動きはすごい警戒されていますね。階段を上がったところを撃たれそうです。どんな感じで攻めた方がいいかな。一度2階に上がってロングから覗いてみます。姿は見えないですね。てか鎮痛飲むの忘れてた。今の音ブレポンじゃないですか。やっぱり確実にグレポンですよね。厄介なことになりました。脳なしに突っ込んだら速攻で負けそうです。ある程度距離を取りながら戦うのが理想ではあるけど、できれば腰打ちで戦える範囲までは行きたいんですよね。あの小部屋でグレポンを使っているのか。居場所が分かったので
さっきのことは忘れて突っ込んでいきますか。なんかいる。まだ中にもいそうです。音的にこの辺。よしよし。てか想像していたより敵が多いかも。少なくともあと2人は残っています。音がしたのは2階あたりだったけど、ここにいるのかな。いないですね。あ、ちょうどすれ違いした感じか。ならさっきのところに戻りますか。うわ、危な。 MP7 の銃声かな。最近のラボは MP7 の敵ばかりです。てかどこから撃たれた。キャットの方かな。まあよくわからないので頑張ります。こんな近くに。こっちか。まだいるの。てか地下の電源もついたからまだ2人は残っていますよ。とりあえずは今撃ってきた敵を処理しないとですね。音に合わせて飛び出していきます。うまくカバーされましたね。惜しい。そしたら尺が少し余ったのでおまけです。とりあえず敵の足音がする方に移動していきます。てかよ、一力はやっぱり超強いですよね。レートが高いおかげで適当に撃っても当たります。後締めにモアが高いのもポイント。結構集団してくれるイメージです。使い心地は VSS に似ているかな。あ、 VSS で思い出したけど、このレードはアスバルを使っています。弾はこの口径の最強弾薬 BP 弾です。おそらくほとんどのアーマーを3発で倒すことができます。それに今回は 6B43 とアルティンをつけてきたのでほとんど無敵ですね。歩く装甲車みたいなもんなので突っ込んでいきますか。ドライに対して、あー危ねえ。なぜか死ななかった。まさかの6連グレポン。この装備で遊びに来てよかった。てかもう一つ音がするな。少し周りを警戒。やば、未だ敵が残っています。グレポンが欲しすぎるので急いで漁って早く帰りましょう。てか何この装備、エンハンスまでついているし。それよりも装備レベルのバランスおかしくないですか。今のうちにさっさと逃げるぞ。てか完全に陽一六のことを忘れていたけど、機関部だけを2万でメカニックから購入して、それをカスタムすれば今回のカスタムを25万で使えて少しお得ですよ。値段だけ見ると少し高いけど、めちゃくちゃ強いので超おすすめです。部品が余っていたりお金に余裕がある方はぜひ使ってみてください。腰打ちの気持ちよさ尋常じゃないですよ。てかヤバい、エレベーターの音につられて敵が寄ってきました。最後はもう走り込むしかないですね。よし、気合を入れて。おいおい、マジで心臓に良くない。どうにか奪還成功ですね。弾薬を集めることができたらグレポンも動画にしたいです。使うなら一番強い弾薬が良いですよね。期待値低めです。そしてここまでご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またインスタグラムとツイッターもやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。